81から717.6、714.6型は、ロシア連邦の鉄道車両メーカーである、メトロワゴンマッシュが製造し、モスクワ地下鉄などが導入している、地下鉄用電車である。この項目では、試作者の役割を持つ、車体更新車の81から717.6、七7 1 4 6六型についても解説する。百七十六年以降、 モスクワ地下鉄をはじめとする旧東側諸国の地下鉄へ向けて81から717、714型電車の大量生産が行われていた。だが2000年代に入ると初期の車両の老朽化に加えソ連時代から続いた旧来の車内設備が問題に挙げられるようになった。そこで モスクワ地下鉄は2005年にメトロワホンマッシュと共同で81から717、714型を大幅に近代化させた車両を開発することを決定した。これが81から717.6、714.6系である。またその前段階として既存の車両の車体を更新した試作車の生産が行われており、 こちらには81から 717.6K、714.6K 型という形式名が付けられている。編成は片側に運転台を持つ、電動制御車の81、717.6型と中間に連結される電動車の81から714.6型によって構成され、2019年現在は、各都市で最短4両、最大8両編成で運行する。 設計は81から 715.5M、714.5M 型を元にしており、主要機器は同じものを使用している一方、車体は大幅に改良が加えられている。特に前面は、非常扉を備えた左右非対称のデザインに刷新されている。運転室内部も人間工学を取り入れた構造になっており、屋根上には、 空調装置が備わっている。車内の壁には、難燃性を高めたプラスチックが、床には、耐摩耗性のリノリウムが用いられているほか、監視カメラや消火設備など安全性を高めた構造となっている。客室に空調装置は設置されていないものの、天井に設置された強制換気装置によって停車中にも、車内の換気が可能である。 2006年にメトロワゴンマッシュへ輸送された81から717.5、714.5型をもとに、車体更新車である81から 717.6K、714.6K 型が2007年に3両、2008年に5両、生産された。それぞれ電気機器の仕様が異なっており、比較も兼ねた、各種試験を行った結果を踏まえ、2009年から、 新造車両である81から717.6、714.6系の導入が始まった。2019年の時点で81から717.6、714.6型は8両編成11本が導入され、リビリンスコドミトルフスカヤ1000で運用についている。一方で81から717.6系。 1> 7 1 4 6系型については営業運転から撤退しており、2019年、現在のボギレーボ車庫で保管されている。ありがとうございます。